はい、えー、どうも吉谷です。今回ですね LINE の方で、えー、塾生さんから質問いただいたので回答していきたいと思います、えー。これインスタグラムですね。インスタグラムで、えー、よくあるビジネスを宣伝されてさ宣伝をされてる方からフォローを頂いたんですけど私もフォローした方がいいでしょうか。まあ、これインスタグラムやってると、まあ、インスタを使って、まあ、そのなんだスマホ片手に、えー、日給いくら稼ぎましたとか。 まあそういう系のビジネスをガンガン宣伝している人が、えー、こうメダイレクトメッセージ来るんですね。まあ、僕も何人も多分30人ぐらいから来ましたかねそういう SNS を使ってどうのこうの、えー、誰でもできますみたいな、まあ、ダイレクトメールが来て、えー、詳しくは LINE アットへみたいなね <laughs> 来るんですけどこれはですねまあその僕の回答としては僕はテストマーケティングをしてました。 な,なんでテストマーケティングしてたのかっていうと別にあのまあこれは人それぞれの判断だと思うんですけど結局結局ですよ僕,僕基本的にダイレクトメール一切送んないんですね僕は自分の集客媒体を作るまあユーチュ今もうほぼ YouTube で LINE アットもやめましたみたいなね LINE アットもほとんどもう送んなくなると思うんですけどあの要はダイレクトメールを送ってる人ってあの結,結論その集客に困ってるからダイレクトメールを送ってるわけじゃないですか。 ということは僕の場合はお金を稼ぐコンテンツを扱ってるわけですよねでそのダイレクトメールをするっていうことは集客に悩んでるわけですよねうんじゃあ僕のお客さんになり得るかなっていう部分があるわけですよだから僕は一応全部返信はしてでフォローもしたりとか返信をしてえ探って何やられてるんですかみたいなこうやったりやり取りしてで一人一人ね一人か二人一人か二人かな何やってるんですかと 今どじゃあそのビジネスであなたはどれぐらい稼いでるんですかとかいろいろなパターンがあっていや私は始めたばっかりなんですけど上の人はめっちゃ稼いでますとかいろいろなパターンあったんですけどまあそんなやり取りしていく中であ僕一応まあ収入こんぐらいありますよみたいな今ど,ああどれぐらいあるんですかあそうなんですね僕これぐらい今収入あるんですっていう僕ネットビジネスやっててで一応その本も出してるんですよと。 で僕はそのアマゾンのアフリートリンクをですねあの自分の本のリンクを送って僕一応本も出版してこういうビジネスやってるんですって言ってまあこうやり取りして僕もせ向こうも宣伝してきてるんで僕も宣伝していいわけじゃないですか自己紹介を含めて僕こういう本出しててまあちょっとうさんくさいんですけどみたいないやしててでまあこんぐらい収入はありますみたいな話をしてでそしたら一人か二人ですねそこに反応してマジっすかみたいなちょっと本買いますみたいな。 じゃあ勉強しますみたいな今度教えてくださいみたいな何人かありました、ね、まあ買ったかどうかは分かんないですけどだから要はあの僕はそれはテストマーケティングテストテストテストみたいな感じで思ってるのでそれをどうどう考えてどう対応するかですね、うん、単純になんか宣伝されるのかなとか,あーなんかうざいなとか思えばそれではそれで終わりだし 僕はそういう考え方があるんで向こうからその見込み企画が来た来てくれてる僕,僕からすると向こうからその集客に困ってる見込み企画来てるぞみたいな話なんで <laughs> あのそういうふうにテストマーケティングしてましたただただあのテストマーケティングした結果もお伝えしますとどうなったかっていうと結局そこの,あのそこで教育もガンガンされてるんですよ まあネットワーク系か分かんないですけどいろんなのやってると思うんですけどそこでめっちゃ教育されてるんでそれで稼ぐっていうことが教育されてるんでじゃあ新しいネットビジネスでこういうのありますよって言ってもなかなか入らないんですよ要はそれを今目の前のこれで稼げるってなってるんでその人たちっていうのはこれで稼げるで、まあ、勉強会とかそのフォローとかでも行ってなんかその頑張りましょうって稼いでる人たちのパーティーとか行って。 えー、その勉強会行って多分、まあ、ネットワーク系とかは「あの僕こんな稼いでるんです」みたいな「でわあ私もこうなりたい」みたいにもうそう,そういう状態脳がそういう状態なんでその,そその脱洗脳をするのは非常に難しいというか <laughs> ねうトマ友チさんにならないといけないんじゃないかなみたいな脱オウムみたいなね。 で脱洗脳を解くのは、ね、非常に難しいのでだから結論僕はあのテストした結果あこれは時間の無駄だなと思って今はあのどう返し一応返信は返してるんですけど、まあ、LINE アットとかで誘導された場合は「ありがとうございます」で返します「ありがとうございますハート」みたいなそれだけ「ありがとうございます」は返します「メールありがとうございます」みたいな昔はいろいろ質問をしてたんですよ。<laughs> 探ってたんですけどそれ探ってると時間ちょっともったいないなぁと思って今は一応ありがとうございますとあとフォローも、えー、最近見てなってかそのビジネス系をやってる人のフォローとか関係なく最近そのインスタグラムはもう自由にやってます昔まではフォロワーを増やしたりとかそういうのをこう意識的にやってた分あるんですけど今はもう6,000人もフォロワーいるんでもう 最初の1万人ちょっと増やそうかなと思ったんですけど別にいらんかなって最近思って6,000人もどうせいたとしても全員見てるわけでもないしぶっちゃけもう僕のあのねあのつ結局見栄えじゃないですか、うん、例えば僕が6,000人フォロワーいますよっつったらまあなんかそのインスタグラムちょっとやマスターしてんのかなっていうか武器には使えるんですけど実質問題まあこれはまあほとんどそうだと思うんですけども あのどれだけ濃いファンがいてるのかっていうのは重要であってその数じゃないんですよもちろん数が多くてファンの方が多ければいいんですけど、うん、そのテクニカル的にそのフォロワーを上げたところで何の意味もないのでただ最近はその基本的にインスタグラムに関してはうーん自分の写真を投稿してコメントをきた人に対してはコメント返信。 でそのいいね返しも最近してないですね。自分の思いいいなと思った写真をアップして、それをいいねしてくれる人を増やすというか、昔はそのいいねしてくれてまたいいね返しとかこまめにしてたんですけど、今は大した回ってないですね。うん。要はファンの方っていうのはあのー、投稿したら見てくれるのでっていうのを。 作んないと最終極論ですよ一番最初はやっぱそのリーチしないといけない部分もあるんであの僕も最初は6,000人まで増やすまではいいね返しだったりとかそういうことをやってましたけどいっぱい、うん、ある程度の数までいけばもうそこもそれ以上増やしたところであんま意味がないんで、うん、はいちょっと話は脱線しましたけれどもそのまあどう捉えてどうアクションするかは、うん ごご自身でご判断していいいいただければいいんじゃないかなかと僕はこういう風にやったよっていう。で、それを真似するか真似しないかは、うーん、自由だし。うん。はい、多分そのコメントもね、全部そのコメントも、そのテンプレなんですよ。うん、テンプレ。そのビジネス系で集客してる人って、テンプレで全部コメントバーって、まあ、ツール使ってるのか分かんないですけど、まあ一緒なんですね。あと、その、ダイレクトメールも大体一緒なんですよね。 面白いことにだからそれじゃあその仕組みどうなってんのかなってこの人たちどういうふうにこ何が困ってんのかなっていうところをそこをリサーチすると面白いですけれどもまあ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 、まあまあ、向こうはそ,そこですごくそれが稼げるって言われて教育されてダイレクトメールを送りまくってるんで、まあ、そもそもダイレクトメールをガンガン送りまくらないといけないビジネスってどうなのって思いません ダイレクトメールを送りましょううっていうもしもおおし多分教えてなけゃその人はね一人でやってるとはなんかそのモデリングがあると思うんですよこういう風にやって集客するじゃあインスタでフォロワー,ー作って、まあ、ツール回してでダイレクトメールを送って来た人に対してクロージングしていくみたいな多分そういうマニュアルかなんかがあるんでしょうでそれがなかったら多分ダイレクトメールなんか送んないですよねうんじゃあそれってどうなのみたいな いやそう <laughs> ダイレクトメールを送らないといけないネットビジネスってどうなのみたいな、うん、僕は思いますけどね、うん、僕本当にダイレクトメール一切送んないですからねマジで、うん、まあそんな感じですはいということでいただいた質問に対しての回答は以上となりますありがとうございました